system becomes the law of the land.皆さんこんばんは、格闘チャンプフォーラムです。今週もですね、このポーズ分かってる方、プレスマニア、プレスワンです。今週は初物尽くしですよ。4月2日東京プレス、東京オゴン伝説スーパータッグバトル96駒沢大会、当然 TWA 認定世界タッグ選手権王座決定戦、あの3億円ベルトを巻いた方が今日はゲストかなということで、計4試合をお届けします。さあ、解説者は久しぶりでございます。週刊プレス、キテレツライター、藤本さんです。こんばんは、藤本さん。久しぶりですね。久しぶりなんだけど、なんかいつも会ってる感じするのね。会場じゃないですか。ねえ、会場で会ってるからかな。そうですね。うん。なんかさっき打ち合わせの時、腰が絶好調って言うんで。腰悪いんですよ、僕。ねえ。今日ほら先生見えてるから。あ、本当だ。安くしときますわ。安くしてくれるんですか。します。もう勉強します、勉強しますということで。トープレーですからね。楽しみですね、今日は。そうですね。カピタンでも初めて。そうですよね。イニシャル A のね、私あの人好きなんで。イニシャル A の。紹介しましょう。よろしくお願いします。はい。はい。各社初登場、もうミスター 200% TWA 初代タグチャンピオン、ゴールデンカップス、ミスター安城洋次選手。こんばんは、安城選手。どうも、お待たせしました、チャンピオン。はい。あれ、今日サングラス、あれ、これアルマーニかどっか。いや、これはレイバンですよ、レイバン。レイバン、発音がちゃうね。レイバン、これアルマーニかなと思ったんですか。安城選手、最近もう忙しくて眠れない日々が。もう今日もう燃え尽きてきましたよ、もうなんかいわゆるリンタマ系のね、そういうロケでね。リンタマ系、バラエティで。まあ、ほんと、花屋敷でさ、絶叫マシンに4回乗らさられるわ、女。そしてその果てには、表参道まで行って、なんかこんな、こそ恥ずかしい中さ、ね、ギャルなんかナンパしちゃったりとかね。ナンパしちゃった。ぜひとも恥ずかしかったわ、あれは。そうですか。安城選手、格闘初登場なんですが、今夜はですね、4月2日の試合ですが、4月4月2日なんですよ。もうそんな昔のやめろよ、もう。いや、一月半ぐらい。この業界回転早いんだから。今更やったってしょうがないでしょ。いや、今更やったそうだ。もうこの企画やめやめ。いや、だけどね、安城選手はね、2試合も出ちゃうんですよ、今日。何？お部屋が。そうか。はい。それは話違ってね。変わっちゃいましたね。そうですか、得意のべしゃりを1時間なんですよ。何そんなにあんの。おいおい、なんじゃと思ってんだ今よ。ピザも用意しておきますんで、よろしくお願いします。最高ですね。だってさっき来たんですよ。そうですね、ちょっと飛ばさないでください。ごめんなさい。私も大好きな安城選手と仕事ができるんで嬉しいですが、はい、さあ、まずはですね、タッグマッチ月食月光対ショッカーアストロレイジュニアタッグマッチからご覧いただきます。まあ、東京プレス各社初登場、藤本さん、はい、しかしインディーファンにとって答えられないですね。そうですね、なんか 5.5 川崎とはまた違った意味で、はい、なんかインディーのオールスターが集まったというなんか変な豪華さがある大会ですね。そうですね、もうメンバーのね、バリエーションは広いですね。そうですね、はい、TWA2 でタッグ、ね、選手権にわたって日本、アメリカ、メキシコ、いろんな選手がね、ということで、まずはこの試合ですが、この人動き見ればもう、王選手ですね。王選手ですね。はい、そうですね。爬虫類好きな。はい。はい、ということで、安城選手もコスチュームとかですね、黒、グローブとか着てますが、こういう派手めなレスラーのコスチュームどうですか。どれの今の黒のリング上なんですが、いくらなんでもね、ティーバックはやめてもらいたいな。ちょっと不気味でしょうか。しかしこのメキシカンはなかなかやりますよ。ちゃんとね、控室でね、僕に挨拶に来たところがやっぱすごいよね、彼ら礼儀正しいところが。大事ですね。名前まで押さえてましたからね。やっぱチェックしてますね。研究してるんですね、日本のプロレス事情。やっぱメキシカンの切り方ですから。確かにティーバック気持ち悪いじゃん。やばいよ。ちょっとこれ初めて見た方、うわ、ここら辺の技の攻防もね、ロープ2段目、はい、フェイントからね、これはですね、ショッカーです、カバーの体勢、カウント2、アシスト、はい、月食。この日から、前、ガルーダっていう名前だったんですけど、はい、この日から月の影と書いて、月食と。なるほど、月と月ですね。そういう見方、初めて知ったんですけどね。はい、さあ、リング上、アストロ・レイ・ジュニア、もうアストロと言ったらね、私のアミゴ、レイ・アストロが、アスペル・アストロがいますけどね、もうこの。
グリーン、そして赤ね、メヒコらしいね、ルチャドーですけども、ヘッドロックで絞り上げる、ロープへ振って、タックル一戦、はい、軽快なリープフロック、いい動きますね、アームホイップ、ここへ、そしてコーナーへ、思いっきり振る、それを返す、ストロージュニア、ありがとう。なんかこのクローフの選手、その正体が気になりますね。なりますね。じゃあ誰なんでしょう。ですね。おっと、月光コールですね。月光出てないのになぜコールが起こるんでしょう。今は月光が出てるんですけどね。さあ、そしてショッカイタッチしました。さあ、ロープへ。今気づいたんですけど、衣装合わせてるんですか、このチーム。クローフですか。はい。だからこれから多分タッグチームとしてやっていくんじゃないですかね。なるほど。鮮やか、あ、ちょっと、でも連携プレーカバーに入るカウント2、うちのチームな、みんなボンテージで揃うのかな、これ、6月ぐらいからコッシーに新調して、してみるとな、入れ替わり、立ち替わりやればな、なんとなくね、ごまかされるからな、相手に、まるでブラックハーツのような。さすが、大学さんにバラバラじゃないですか。すぐ、正体分かったんじゃないですか、僕は。そうか、じゃあやめとこう。ティーバッグはちょっと本当ね、あの好き嫌いは激しいと思いますが、サルトモルタル、そしてショルダースルー、この動きはね、あの選手でしょう、そう、ローリングソバット、あれなんですかね、一体、おっとフェイント、カバーに入る速い動き、なんか前僕が作為的な記事を書いてたところも団体に似たように、いや、あの3文字の分かんないですね、私もね、これピーってことですかね、わかりのコメントです。サルトモルタル、そして叩き落としてドロップキック、さあルチャドールの必須アイテム空中殺法、ロープのハンドルして、おっとトップロープノータッチ、トペコンヒーロー、ムイビエンです。アンジュ選手、今の出来どうでしょうか。よくわかりませんからね、僕飛んだことないですからね。いや、飛んだことってミサイルキックとか最近、いや、やっぱ怖いでしょうね、これはさすがに。まあ、リングの上に命をかける男たち、まあ素晴らしいですね。かっこいいですね。で、喋るときはサングラスかけてるんですね。いやいやいや、ありがとうございます。いやいや、なんかね、やっぱりさすが命をかけてる。そうですよね。そうですね、リングの上でも喋ることでも。そうです、はい、あ、ここで連携プレー、突きつきコンビですけども、おっとムーンサルトプレス、ふわりと、ね、はい、そして連発でいくんでしょうか。ちょっとこれは危ないが、メフコンビ、あ、自爆しました。はい、あ、ドロップキック、そして、あ、ここ綺麗でしたよ、特徴があるドロップキック、はい、アストロジュニアがボディスラム、あ、上下でプランチャーを仕掛けた、ショッカーに見舞う、リング上トップロープ、さあ、サーマーソードドロップね、これで自爆です。チャンスですね、はい、広さん、はい、メヒコの2人もなかなかいい動きじゃないですか。いいですね、まだ新人なんですよ、この2人は。なるんですか、はい、まだキャリア浅いんですが、この辺はハンベイさんの方がよくご存知ですか。私はこうね、チェックしましたからね。あ、はい、ボディスラム、さ、そして月光、これは遠いですよ、距離がちょっとあるが、ダイビングヘッドバット、見事、はい、肩口、肩エビ、カウント3、肩エビ型、はい、タグマッチ30分1本勝負、月食月光、月食月光、月月コンビですが、アンジュ選手どうでしょうか、今のフィニッシュ。そうですね、やっぱりメキシココンビがですね、はい、僕の名前を知っていたっていうのがやっぱりそうですよね。それがなかなか侮れない。そうですね、やっぱり研究してますよ。研究してる、あ、そういう意味で研究してるんですね。勝った方どうですか。え、勝った方どうですか。まあ素晴らしい技と技の攻防を見させてもらいましたよ。これで僕も、まあ盗める技があるかどうか、まあちょっと割れませんけれども、まあ僕のリング生活の中で、はい、これが、え、まだ喋っていいですか。全然 OK です。何今の、もう何今の、喋っていけないの。いやいや、あのディレクターさんにね、噛みつきましたね、アンドソジ。おっと、握手しましたけども、マイク持ってますね。なんか言うんですかね。はい、お久しぶりです、堀原正雄。決して自分に後ろめたさ、そういうものを感じてマスクをかぶったんではありません。
どうやら折原だったらしいですね。あ、さすが。あ、そうですね、やっぱり。びっくりしましたね、今、急に上げるのが。いや、僕、日本人だと思ってましたね。僕、なんかメイクだなと思ってたんですよ、ジョンさん。ラストマンだから。うん、僕も。自ら、折原正雄とね、名乗りました。あの先生、これは勇気あるコメントじゃないですか。でも彼は僕の控え室来なかったですからね。そこでまた、あ、なんか飛んでますね、試合後もね。やっぱりこれ、挨拶に来ないといけませんね。後輩先輩礼儀。うん。ということで、たくまち30分一本勝負は月食、そして月光が勝利を収めました。月光の正体は折原正雄でした。高校で頑張ってください。はい。SEC はエレベーターのメンテナンス会社、全メーカー対応。どのメーカーのエレベーターでも納得の低料金で確実にメンテナンスいたします。お問い合わせは 0120-83-1171 まで。信頼と安心を乗せてもっと上へ、 SEC エレベーター。おー、イノシー、こっち見ろ。いつも中の調子が良くない親父が一番はしゃいでいた。新ビオフェルミン S は3つの乳酸菌でお腹の調子を整えます。オッケー。乳酸菌のお薬、新ビオフェルミン S。 ガオラファックスサービスのご案内です。まずお手元のファックスの受話器を上げて、アクセスナンバーをダイヤルしてください。続いてご覧のボックス番号をダイヤルしてください。いつでもご希望の情報を取り出せます。さあやってきました、安城ファンお待たせ、トーナメント A グループ決勝戦30分一本勝負、石川安城対青柳板倉。さあ安城選手、やっとお待たせしました。相手は青柳選手ですが、リングきちゃうんですよね。なんかそういう感じしますよ、見てて。リングきちゃうんですか。精神体だ、そして新人、そして現在はね、まあ、流浪の空手家、藤本さん、本当に流浪ですか。流浪になってしまいましたか、艦長もね。まあ、でも戦いたい相手の数では右に出るもんいないですからね、この人は。でも私やっぱ今でも信じられないのは、この安城選手とね、石川選手がタッグを組んだんですね、やっぱりね、安城選手。まあそれもね、自然的にそういう流れがあったからね。はい。まあ、自然の成り行きですな。なるほど、自然を逆らっちゃいけないってことでしょうか。まあ、それこっちゃね。はい。起きてますか。やばかったね、今、本当。今よかったですけどね。やばいやばい。起きてます、起きてます、皆さん。しかし、藤本さん、はい、レスラーっていうのはですね、もういつブレイクするか分かんないっていうのは安城選手もね、そうですね。逆に、青柳館長は逆にね。いや、僕何を言わせようとしてるんですか。いや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 、私もほら、アミゴだったんで、今もアミゴなんですけどね。昔この番組にもよく。そうです。はい、この青柳選手どうですか。なかったですね。一緒ないですか。何ですかね。なんですかね。まあ、なんか蹴りは僕の方が上だと豪語していたようなんですけど、この締めなんかなかなかいい攻撃じゃないですか。あ、ちゃんとね、相手の道着を利用して戦うというね、まあセオリー通りの攻撃ですね。なるほど。でも髪引っ張って反則じゃないですか。誰も何も言わないからいいじゃないですか。まああのね、プロレスはファイブカウントにもね、大きいです。そうですね。はい。ファイブカウントのないプロレスも珍しいですな。そうきましたか。ありがとうございます。いえ、大丈夫です。It's all right です。さあ、パートナーの石川選手、しかし、東京プロレスイコール石川隆なんですけども、藤本さん。なんか石川選手出てきたら急に館長元気になりましたね。藤本さん、はい、この石川選手もピースターポーゴはいるわ。組長がいるわと、いろんな選手がもう多種多彩、東京プレス、もうメンバーはすごいですね。よく集めましたよね、これだけ。まあ、それあれだね、やっぱそれだけ人望があるってことですな。なるほど。あ、まあその石川さんの男気に惚れて、まあ僕もついていったわけですから。ああ、うまいこと言いますね。うん、男は男に触れる。いいですね。パートナーがね、やっぱりね、いい仕事すると頑張りますもんね、藤本さんね。そうですね。はい。そして、青柳選手からですね、板倉選手ですかね。板倉です。今 IWA ジャパンの方で頑張ってますね。はい、この人も変わりますね、よくね。
この前新宿でデートしてるとこ見ちゃったんですね。そうきましたか、いやいやいや、それ隠したならではの話、これは P 入っちゃうんでしょうか。さあ、ロープを振る石川、ラリアートをかわした、股間をキュッとフェイントしてドロップキック、ちょっと当たり浅い。そして安城選手来ました。安城選手、何だ何だ何だ、さあ、では安城来ました。さあ、皆さんも笑ってくださいね。ここはい、ブレンバスター片指板倉カウント2。まあでも板倉選手ももっとブレイクしてもいいなっていうところも藤本さん私あったんですがね。そうですね、うん、おお死闘ですね、トップロープから。まあね、青柳選手もね、時刻好き、お時刻好きといえば今度はぶっちゃうんですよ。まあ、今度俺のレスリング人生においてのターニングポイントだね。言い切っちゃいましたね。どうなるか面白いですね。黒い術師対 200% ですからね。興味津々。すごい試合なんじゃないですか。黒いボンテージですね。さあ、安城選手は足をすくって、さあパートナーの石川にタッチ。やっぱりこの、ね、A グループは藤本さん、はい、ね、勝って、そしてやっぱり3億円ベルト巻くにはね。そうですね、うん、まあでもあの戦力的にはね、分があると思うんですけどね、この試合。でもまあ青柳選手と板倉選手ですか、はい、よくここまで残ったと。なるほど、スモータックル石川の18番、そして足を取る小枝まさしくね、スコーピオンデスロックに行くんでしょうか。わっと違いましたね。なんだこんなところ、何ですかこの技。これは石川選手の、うん、いやこれオリジナル技で、あら全日本時代からですか。隠れじゃないんですかこれは、おー今一瞬サソリかなと思ったら違いました。足の入り方が違いましたね。そうですね、右から行くのは左に行った、これもまた変形足4文字ですな。あーやっぱりこれ安住先生息が合ってますね。息合ってますね。足に狙いを定める、石川そしてタッチ、あーそばっと2位を叩き込んで首投げ、基本に忠実、そしてスリーパーですね。はい、ガチッと決めています。そしてタッグマッチのね、結束の一つですけども、自分のねコーナーに近いところで戦ってますけども、腹が痛いですか。腹が痛いですね。そうか、この黒い選手ね、なんか最近腹出てきましたね。ちょっと楽してるんですかね。足をすくって逆片指固め、青柳館長です。まあね、表面がね、どん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 とこう自分のスタイルを押し通してきたんですけども、やっぱりこう時代の流れっても藤本さん、はい、あるんですが、館長にはもう一花咲かせてほしいですね。そうですね、打倒プロレスに目を果たしてほしいですね。そうです、はい、もうみんな忘れてるかもしれませんが、もう一の目標は打倒プロレスなんです。生涯ね、さあここで安城選手からね、石川選手ですけど、タッチワークスムーズですね。いいですね。ダブルブレンバスター炸裂、ね、アンジュ選手、あの試合前なんか石川選手とミーティング結構したんですか。いや石川さん無口ですからね。おなかなかそういうチャンスないんですよね。そうなんですか。やはり目と目で通じ合うんですよ。あら、あうんの呼吸ですか、ね、さすが一流は一流を知るってことでしょうか、ね、アンジュ選手いいこと言いますね。ありがとうございます。わ、館長ミドルが来た、胸板散歩、そしてまだ倒れないが、ロープの反動をレして、フライングニールキック。やっぱりこういうカットプレーはずるいですか。うん、いかんね、やっぱりクロス道に反する攻撃だね。あ、よくやってるじゃないですか。いや、私たちやってるんじゃないですか。いや、プロの時やってないじゃないですか。ああ。これ俺もね、相手がね、汚い手に出てきたら、それは報復手段に入れますよ。はい、うん、ね。あくまで相手の出方を伺ってる。そうですね。おっと、ドンピシャリ。指定コンビね。ダブルのキック、ちょっとね、ミドルからね、ハイに行きましたけども、はい、標的は藤本さん、はい、この青柳組は安城選手か石川選手か、それ難しいところじゃないですか、これは。そうですね、まあでも2人とも、せっかく安城選手が東プロに来たんですから、はい、やっぱり安城選手との接点を持ちたいんじゃないですか。思いちゃってるんでしょうか。コーナーへ、そこへを、ラスキック、右のハイが。円髄後頭部、そしておっと足出ましたね。円形足4の字型でぐいぐい絞り上げる。ここでレフリーがストップを命じました。安城7分31秒、
円形圧勝のジャタメギブアップを奪いましたけども、アンジュ選手どうですか、惚れ惚れしたんじゃないですか。バッチリやね、うん、200%一回入るとね、なかなか外れないからね、まさに理想的な勝ち方ですか、うん、そうですな、あの石川選手のドスコイカットもいいですね、あまりねミーティングをしない割にはさすがなね、この一流同士の石川、そして安直にトーナメント A グループね、やっぱりね試合の流れを読み取る力っていうのはね、やっぱりプロレス10年やってみないとね出てこないよ。あ、もう3年や5年じゃダメでしょうか。あと無理だね、重たい言葉ですねこれ、無理ダメですから、敗者青柳選手といったがちょっと残念な表情ですけどもね。青柳選手はこの時あの安城選手のシングル対決を熱望してたんですよ。どうですか、俺いい。安西君、2回ぐらいかましたとかなんかいいなんですよ、簡単に。できるんだもん。もういらない。はい、おためのアンジョ選手のコメントでした。この後はコマーシャルをご覧いただきます。私も大好き。ハローショッピング。消火具安心母さんは重く使いにくいといった従来の消火器の常識を破って。便利で力強いスプレー式の消火器なんですよ。なるほど、わこれは軽いわ。広がらない泡状なので狙いを定めて集中的に消火が可能なんですね。しかもサイズがコンパクトなんですね、はあ、だから台所各部屋に防火対策として置けるんです。消火剤の詰め替えも不要なんです。こちら日本消防協会鑑定合格品のマーク付きなんです。値段はいくらですか。なんと1本6500円、日本セットではお買い得な1万2000円です。とっても素敵。ハローショッピング、お申し込みはフリーダイヤル 0120-5555-62 0120-5 が4つの62。続いてトーナメント B ブロック決勝戦30分一本勝負、ザ・グレート歌舞伎大黒坊円慶対藤原義明ミスターポーゴ、これも興味津々のタッグマッチ。これまためちゃめちゃなタッグですね。いやいやいや、私も思い入れミスターポーゴに藤本さんが知ってるように、あ、そうですね、嫌いなんですよ僕は本当に。同じ群馬県出身ですが何度も私は泣いてますからね。あ、なら今度伝えておきますんで。はい、いいんです。はい、安藤さん予想ですがどうでしょう、このタッグマッチの予想も何もないでしょ今更。いや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 、もう見たんだからもう結果出ちゃったんだからね。あ、出ちゃった、もうそんなこと言っちゃってもえ、これ生だったの。いや生、ね、いや最高でした、乗ってます。えということでね、まあ結果はね、あの後で分かりますけども。分かんな、耳口の中入れてるぞ組長。さあこのポーゴと藤原組長というと藤本さん、はい、仲間割れするんじゃないかというのがね一つのポイント。そうですね、みんな仲間割れするんだろうと、うん、期待してるようなんです。、ええ、でまあでもここのところまでなんとか、はい、危なげながらも、ええ、ねえ、まあ1回戦で西日本プロレスチームの、当時西日本プロレスチームですね、当時ですね、はい、徳田選手、雪村選手を破って、で2回戦で FMW の大谷選手、リッキー富士ですか、2人を破ってここまで来たと。なるほど。でまあ2人が繋がってるのは、まあ、お金が欲しいと言ってるだけで。なるほど。だからお金になるとは限らんから。あら、そんなこと言っちゃって。でもあれでしょ、2つ合わせて3億円ですから、これはやっぱポーゴと、組長っていうのはこの3億円がなかったら仲間にしてると思うんですけども、安藤さん。いやそれ現金に変えられるから、そこまで俺ところ昔にやってるよ。え、じゃあベルトがいいか現金いいか安城さんって言ったらもうすぐキャッシュの方に。キャッシュよ。まあそりゃそうでしょうね。そうですね。誰が誰に聞いてもそうでしょうかね。よく作りましたね、この3億円ベルトな、ね、どっから出てんのかね。安城さん、ぜひとも私も知りたいんですが。あ、おっと連携に対してさすがですね、脇固めミスターボーゴ。まじですね。はい、あのですね、狂気攻撃だけじゃありません。実はこういう側面もあったわけですね。シングルプレスからね、連盟でしてこのキャリアですから。だから藤原選手見せつけるっていう意味があったんじゃないですか。なるほど、俺にもできんねんでと、パートナーだけにね、ほら、あ、組長18番です、応援脇固め。なるほど、お前100万年に1回しかないですよこういうの。でね、よくね、世間に100万年ってどういう視点でしょうね、100万年っていうのはね。よくわかんないですけどね。おっと、またしても脇固めの連携ですね。なかなかの立ち枠じゃないですか。あ、今のところいい立ち枠ですね。まあこの B グループ決勝でね、やっぱ破って3億円ベルトをね、そしたら仲間にしようって考えてるんじゃないかな、しますよね。そうですね。しかし、弁慶顔でかすぎますね。どうなってるんですか、弁慶がだけ小さいとこあっちゃうんですね。そうですね、石頭になっちゃいますからね。いや、丸坊主にしてこのでかさだからね。
髪の毛あったらそうだぞ。やっぱり顔がでかいっていうのは攻めづらいとかあるんですか。やっぱりね、ヘッドロックしても回りきらないっていうのはそれは絞りきれないっていうのはやっぱきついよね。厳しいですね。そう言われてみればスリッパのエビかと思うな。ああ、そうですか。おっと、組長が場外で歌舞伎を襲う。ここまではちょっと藤原義明ミスターポーゴ組、いい連携でね、有利に試合進んでますが、歌舞伎選手と藤原選手の絡みっていうのも珍しいですね。ちょっと記憶にこれ話すないですね。おっと、ちょっと出ましたよ、安藤さん出ましたよ。あ、組長がやめろと。ポーゴ、この辺が2人のプロレス感の違いがものが出てしまいましたね。あ、その間に弁慶がどさくさに紛れて、しかし歌舞伎がと行きました。額言い出したミスターフォーゴイコール競技、そして一つの、まずは一つ釜です。あ、弁慶がね復活しましたね。ああいう武器というのはどうなんですか、安城さんの目から見て。あれだな、やっぱ組長が、俺がやられそうな時を助けてくれるのかな。あっと来ました来ました。これはちょっと , 笑うとこじゃないですよ。安城さん、これ安城さん、それは違うぞ、ピーです、悲鳴ですから。ありがとうございます。もう安城さん答えてごめんなさい、声優のようでした。うわぁ、おぉー、おい、歌舞伎ウォークのおびただしい流血。あ、分血してますね。そしてチェーンで首を絞めるミスターポーゴ。考えたらひどいことやってますね。やってますよ、そしてやっぱセコンで投了がね、嫌な予感したんですよ僕は。そして得意のロープ、トップロープへの利用したハンギングインチェーン。しかし弁慶カット、これは SOS 状態の歌舞伎、命からがらね逃げましたが、東龍が弁慶強すぎるな。ちょっと顔がですか、いや安城さん負けてないですよ。おい、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 これだから、取材記録。ああ分かる人は分かる、分からない人は分かりますね。あとで、お手紙くんでね、藤本さん何なのと言われてね。そうですね、クマスクね、はい、すいません、2階席から写真撮って2人とも撮ってますね。私は本当に困っちゃいましたね、ノーコメント。さあ、だけど、ポーゴ投入から、あー、ファイヤー、グニショがファイヤーに。しかし組長はこのシーンを見ているんでしょうか、弁慶をチョーク。しかし、あっと、パートナーの藤原義明がやめろこの野郎とばかりストンピング。ここでおっと、どっつき合うぞ、ポーゴと藤原組長。なんだお前、めちゃめちゃですねこれ。アンジさん、ポーゴさん飲んじゃったんじゃないですか。いや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 、あー、仲間に、これは勝負、ちょっと勝ちがだんだん遠のいていくようなシーン。おいおい、おい、おっと、東龍と、これ何で東龍が連れ出してるんですか。東龍は何してるんですか。めちゃめちゃだ、めちゃくちゃ、ついに狂乱になりましたミスターポーゴ。そしてやばいですよこれ、リングアウトになっちゃいます。なりますよ、ちょっと今時リングアウトなんかないですよ、はい、夏の負けも、はい、あららら、なってしまいました、嫌な予感的中。ザ・グレート壁13分30秒、これぞまさしく最近のプレス界ではないリングアウトガチャ入れましたミスターポーゴ。そして左押し組3億円ベルトが遠のいてしまいました。安藤さん、リングアウト最低ですが、うん、まあ締め締めって感じだね。でもさ、お客さんにしてみたらやっぱ安城選手と藤原選手とポーゴ選手、うん、この絡みが見たかったんでしょうからね。見たかった見たかった、すごい。やっぱそれを、そう考えるとな、今にしてみれば残念だったかな。ですよね、二度とやることはない。いやいやいや、そんなこと言えない。さん、今度やってくださいよ、一度は藤原選手だ、今度は二郎さんの、お構いなんですか、6月ですか、やることになりましたけどね、はい。まあ、ある意味ではまあ指定対決ですからね、これは。あ、楽しみな一戦ですね。ですね。しかし試合後まだ藤原義明に怒りが、そりゃそうですよ、だってリングアウト負けは負けだけど、ミスターポーゴはね、もう控え室に戻っちゃいましたからね。そうですね、ということは1対2になります。あらっと、これはミスターガンノスケ、松田治虫じゃないですね、物の担当じゃないですね。楽しいですよ僕も。今日はピーピーいきますが、あ、でもこれはちょっとミスターガンノスケってことは、あの T 後藤も来るんでしょうか。 IWA のこの2人が、そうそう、だから歌舞伎選手がこれ IWA ジャパンでの因縁でですね、ありました、ターザン後藤よ、はい、4点に見に来いと。しかしこの
ファッションがすごいですね。どうすごいんですか、アジさん。いいか悪いか。いいですね。でもアジさんの声、顔見たら分かりますね。いいか悪いかはね。答えが顔に書いてありますよ。これはやはりはい、うちの中野達夫に通ずるので。そこに言います。なので、やはり、なんか昔の国際軍団の流れを受け継いでるというのかな。さすが、安藤さんはね、やっぱキャリア10年ですから。席をそこに用意してあるの。ここだ、見てな。俺らが優勝するの見とけ、これやろう。座れ。座って勉強しなかったくね。歌舞伎を用意したときに、はい、タワちゃんことを様と、これが礼儀正しい、礼儀正しいですね、うん、しかしこのマイクアピールにくっつんくれたタワちゃんことリング上私服姿でパンチヘッドバット、若手勢を蹴散らす、アンドさんマイクは、まあ、本当に最高にうまい一人ですけども、どうですか今のマイクは。あんまりリング上でのね、マイクはうまいんですよ、ね、試合後のね、そうですか、なんかでもしっかりな感じ育ってしまいますね、何ですかね、あ、丹之助がタワちゃんごとに一生手渡して、これはもう1で2発3発でも、島さん、はい、試合は勝ったわけですよね、歌舞伎組は。これは決勝戦に影響するかもしれません、ね、ますよね、ダメージが大きいですよ、きっと天一棒一軒も伸びちゃってましたね、かわいそうに、私の見上げですけどね、他団体のリングを土足で踏みじる、こういう声は安藤選手嫌いでしょう。いや、僕もつい先日やってきましたね、私の出した会場にこの件で、あれもすごいことになってましたね、別に俺がやったわけじゃないんだけどね、向こうからね、一人で来たから僕やったわけ、あのビール飲んだりですね、してた、あれね、ビールって言ったら売店で売ってんだもん、そうですよ、お客さんで俺には飲む権利があるんだよ、はい、あの会場でチケットも買って入ったわけですね、そうですよ、うん、そんなことが僕の知らない目にあったあったんですよ、4月の下旬に、そうなんですか、はいはい、コラケンホールであったんです、ただで、ね、一試合やっちゃいましたよ、僕、あで、マイクアピールしましたね、最後、あれが多分ね、2回目のマイクアピール、2回目でしたか、1回目はね、佐野選手と、あ、あげに行きますか、あげぐらいだよな、あ、違うな、3回目、あれ、あいいかもでも少ないってことですね、リング上のマイクは、うん、はい、トーナメント B グループ決勝に駒を進めましたけども、それにこの天慶、佐野組が残って、はい、まあどちらのことかとしても、まあ強敵でしたんですけれども、まあ次の試合期待してください、決勝戦参ります、締めてくれました、ありがとうございました、この後は C 目をご覧いただきます、私も大好きハローショッピング、ちょっとねこれ見てください、小型なんです、はい、奥様に優しいのにちょっと小さくしてください、はい、これでもですね、そんな簡単に切れちゃうんですか、切れちゃうんですよ、はー骨ごと、はい、はーすごい、じゃあねちょっと切り味をね、ここね、とこういう形です、皮が力で切れます、はい、ところがですね、はい、ラップのかかったトマトですね、はい、こう乗せるだけ、乗せるだけ、ラップの上から切ってる、ちょっとやっていただきます、ちょっとやりますか、はい、ズバッと、はい、ちょっと待ってください、私下まで行ってしまいますから、はい、これで切れ味を上がっていただけたと思うんです、マック包丁セット提供価格なんと1万円です、とっても素敵、ハローショッピング、お申し込みはフリーダイヤル 0120-5555-62 0120-5 が4つの62、お待たせしました、 TWA 認定タッグ世界選手権王座決定戦60分一本勝負、石川安城対グレート歌舞伎大黒坊弁慶、藤本さん、いよいよ来そうですね、いやいや興奮高まってきましたね、おっと東京ドーム張りですよ、バチーンと超豪華、はい、まずは結果ですけども、安城選手ついに決勝も3億円ベルト画面にチラチラと来ましたね、いやいやですね、まあ長い道のりでしたからね、やはりワンナイトでトーナメント、はい、めんどくさい、めんどくさいやりたくなかったんだけどね、そんなそんな、やワンナイト2日間やりましたよワンナイトじゃないですか、今夜も行きましたよね、まあ、ワンナイトで2試合っていうのもね、なかなか経験なかったからね、なるほど、そうですか、でも先ほども聞きましたけどもね、石川選手とあんまりミーティングしなくてもね、息が合ってるということで、うん、心配なかったんじゃないですか、この意気込みは、そうですね、お互いベテランですから、まあ、自分 の役割っていうものは十分すぎることね、分かっているんでね、なるほど、はい、うんちくありますね、やっぱり重みがあります、言葉にありますね、で礼儀に厳しい味ですからね、
さあこちら来ました石川、そして後ろには 200% おっと高山選手もねセコンド後ろについてますけども、彼がついてると頼もしいですな。ああ、うん、やっぱりあの普段どうしようなんですか高山選手は。高山はね、なんだろうな、まあ一言言い合わせませんな、言いませんか、この前 UK ランドルとかで取られちゃいました、はいはい、あすいません話は切っちゃった。いい顔しましたね今。なるほど、タイトルマッチの緊張感も高まりましたね。そしてゴリラスともう一人山本選手もねエプロンに立ちましたんでね。この時は安藤さんどんな気持ちだったでしょうか。もう 100% 自信がありました。そうですね、余裕ですか。うん、相手のね、千景選手のね、顔がちょっと怖かった。でも、ほら先ほど、アジ選手、あれだけターザンごと雁之助にやられた歌舞伎と元気ですから、うん、まあ結構有利じゃないかなという。でも、それを見てなかったんで分かんないですね。ありがとうございます。そしてこのオーラービジョンからっていうのもしました、はい、また駒沢行ったことないファンの方、ぜひ一度 ね足を運んでいただきたいですね。ただ駅から遠いんですよ。そう、これがだから歩いていけないんで、タクシー使わないとね。そうなんですよね。タクシーで言えば僕は僕の知らないと思うんですよ。ありましたね。ありましたね。ぜひね、お話しください。さあ、まあ、ベルトがね、披露されて、初代 TWA ね、タグチャンピオンチームはもう決まってるね。これ、吉川と2日ですから。そうですね。あえて初めての方にはね、言うのはやめましょう。さあ、最後の楽しみ。はい、コールです。まずは、これでも見たらすごい顔ぶれですね、これ。怖いですよ、160キロ大国宝弁慶、東洋の神秘ザ・グレート歌舞伎の木、このね、はい、毒切りの謎をね、僕こうね、歌舞伎さんに教わりたかったんですよ。あのこの後ですね、はい、武藤選手とね、試合があったんでね、はい、彼にちょっとかましてやろうかなって狙ってたんでね、ちょっと教わろうかなと思ったんですけど、そんな雰囲気じゃなかったですね。ちょっと無理だったですね。そうなんかここで自力でやったんですよね。これがなんか水じゃなくてミルク牛乳浮き印なんて、ああこれ臭くなってなかったあ、やられちゃった、まあ、いや、笑っちゃう、ああ弁慶なんで、安藤選手なんてことするんだ、なんてことするんだ、君は悪いやつだな。さあ、試合が始まりました。あタックル160キロ川怖いと先ほどから力説している安藤選手ですが、お茶目でしたけども、ちょっとあのパフォーマンスはそのことだな。もう今までね、天山とね、高山に勝る顔はなしと思ってたんだけど、ね、それ勝っちゃったよ、いましたね、もういちゃったんだよな、やったよ、本当に友達みたいでいいですね、いましたね。でもなんか高山選手と高山その2人もね、本人が聞いたらね、弁慶だなと思いますよね、やっぱりね。いや、わかんないですよ。そうっすか、日本マット、世界マット広いんでね、まだいるかもしれないですよ、安藤選手。そうですかね、いや、いないでしょう。そうですか、うん、でも魅力、あれ、あの、飲んじゃったんですか、もしかして。いや、溺れそうになりましたよ、あれは。そうですか。溺れましたね、もう1リットルぐらいの牛乳でも人間溺れることがあるのか。あれはちゃんと買って用意してたんですか。うん、ちょっとね、山本に買いに行かせたの。いやいやいや、あの藤本さん、はい、ECW ではね、はい、サントマンがビールですけどね。そうですね、牛乳っていうのはマット史上初めてじゃないですか、ビクターギネスだってね、ハマキですか、いろいろありますね、プロスカイのね、歌舞伎のってもう何すんのもう。ナックル、あと額にも2発、しかしこのなんか 200% グッズ、アジョ選手売れに売れちゃって、私よく混ぜても見ますよ、 T シャツとか。そうですか、はい、僕この前1日で2人見ましたね。それ最初の上いやいや、いや僕1日で5人ぐらいしか人合わないですよ、うん、いいパンチ入りましたね、うん、もう一発、あ今度は先ほどの返し、ナックル期待ですね、これ。はい、先ほど乱闘で切ってるね、歌舞伎ですか、藤本さん、はい、これやっぱりこう攻めるのは鉄則でしょうか。そうですね、相手の弱点を攻めると、うん、はい、100% 安城、そしてドスコイしか、ね、晴れて三億円ベルト巻くことができるんでしょうか。ヘッドバット、歌舞伎選手耐えますね。耐えます。そして石川が入ってきて、えキック、今ノータッチじゃないですかレフリーしっかりしなさいよ拍手拍手拍手ありがとう、スタッフの皆さん。でも今のはないですよね。
はないよ、いくらなんでも。待って、何のためのレフィですか、今。どうぞって感じでしたよね。お客さん、なぜ怒らないことで。いや。しかし、高山選手もね、山本選手もね、これはやっぱり大将が勝たないとね。そうですね。ねもう力も入ってるでしょうけども。石川、おっと。ストンピング、歌舞伎も耐える東洋の神秘、まあ最近のファンはドッキリイコールグレートムだと思ってるんでしょうが、そんなことはないんです。昔はね、この歌舞伎さんだったんですよね。そうだ、オリジナルですからね。おっと、これはちょっと歌舞伎の…もうダメか。あ、歌舞伎が死んじゃう。ちょっと危ない言葉が出ましたけども、いや、すみません。しかし、超ベテランね、もう高千代の前はですね、メラ選手ですからね。もうね、知らない方はね、あのね、自転車なんかでね、見てると思いますけどもね、日プロのね、末期からですからね。そうですよ、長いですよね。深いんですよ。安藤さん、安藤選手、先ほど10年って言いました、この歌舞伎選手のキャリア長さはすごいんじゃないですか。まあそれ以上にまたブッチャー選手っていうのも長いでしょうな。来ましたね。俺が生まれる前からやってたらしいからな。怖いよな。はい、それだけのね、キャリアがあるっていうのは侮れませんよ、本当に。そうですね。もう最近、そろそろ対ブッチャー専用にこうなんかちょっとデータ集めたんでしょうか。そうですね、まあ相手フォーク使ってきますからね。はい、僕も日本人らしくも使おうかなと。おお、拍手。皆さん、見てみたい。それもぜひ拡散で応援できたらいいですね。そうですね、箸もね、割り箸も鼻に突っ込んだら痛いですからね。いや、そうでないんでしょうけど。そうですか、フォークには箸。さあ、歌舞伎がラリアと、そしてこの160キロ、もうやっぱレスラーはね、レスラーは顔ですよ。レスラー顔ですか。別に体じゃないんですか。もう顔でね、飯食えるやつが世の中でいるんですから、本当に。うわー、パワースラム、危ない。石川強引にカバー、カウント2。この弁慶選手もこのトーナメントが非常にいい勉強になったんじゃないですか、レスラーとして。この僕キャラクター大成功と思うんですけど、今までで。だからこの人が今までやってきた中で一番今がいいと思いますよ。ハマっちゃってますよね。その前は何だったんですか。ダンクタニー。何ですかそれ。でその前が嵐でしたっけ。全然似合ってませんでしたね。あ、安藤選手早いですね。この辺もアシストがひょひょいっと、なんかね、身軽ですね。今の蹴り効いたのかな。もういいな。大国もロープへ振る。おっと、ベアハッグからサイドバスターだ。カウント2。石川選手ちょっと捕まっちゃいましたね。やっぱりこれはですね、グレート歌舞伎チームは歌舞伎選手よりが出番やっぱ少ないですね、藤本さん ね、 ね。逆水平3発から、さあパートナーの安城に、さあ 200% どんな技を出すんでしょうか。おっと、お飛ぶんでしょうか。飛ぶか、いよいよ来ますか。トップロープ、ミサイルキック、拍手だ。なんでこんなにうまいんですか。でもうまいですね。さすがですね。そして今度歌舞伎に2パットから腕ひしぎ逆十字左手をクラッシュにかかります。しかし歌舞伎はもうすでに助けを呼んでますね。あーボディープレス、あ、顔面じゃないこれ。スプラッシュ、息が止まったんでしょうか。あー、顔面当たっちゃったんですかね。確かにちょっと顔が崩れたような。あー、出ました、歌舞伎の必殺技の一つ、アッパーカット一発。そして来ましたね。はい、弁慶にね、タッチですけども。でも話戻りますが、ミサイルキック、藤本さん、はい、明らかでしたね。綺麗ですね。無意弁でしたよ。矢のようなという表現、まさにぴったりの。あーっと、ちょっとやっぱ弁慶スーパーヘビー級ですんでね。あーっと、安城に対して逆エビに、あ、逆肩エビに移行して絞り上げる。きつい。耐える、安城、ロープが近いが、近いぞ。自力で、いや、耐えます。ここで石川アシスト、逆水平3連発、4発、5発、ね、しかしこの男は本当に倒れませんね、本当に、タフですね。はい、あー、左のミドルキック2発、おっと、形相が来ましたね、安藤選手。何だこいつ。ロープのハンドを下りして、あー、フライング2パット、倒れないぞ、弁慶。足を踏みにじて、あー、うまいですね。そしてスリーパーから同時目、行こう。やっぱこういう大きい選手と当たるときは何か対策も考えてるんですか。やっぱりね、末端を攻めるっていう。末端を攻める、カットされちゃいましたね。どうせ顔でかすぎて買えなかった。しかし、安城選手、私一度でもね聞きたかったんですけど、最近もう人気がどこ行ってもねすごいんで、どうですかファンの反応っていうのは。そうですね、本当に
不思議な感じしますよね。はい、うわ、本当にもう大ヒーローでしたね、今ね。本当にさあ、逆水平ですが耐える弁慶、あ、ヘッドバット逆に、ヘッドバットのところバックドロップ、石川すごい、ほらすごいぞすごいぞ、不死身不死身不死身の弁慶、ふらふらしてますけど、よく石川も投げて、もう一発2連発、これは石川さすがですね、さすがこれチャンスになりますね、どうしよう、サウンクベルトがね近くなってきました。おっとバックドロップ3連発、これはやっぱり東京プロのエース石川の根性、タイミです、はい、カウントスリーで入りました、抱き合ってよかった、石川7分59秒片指が止め、第5号弁慶からカウントスリー、石川安城組優勝なりましたけども、おめでとうございます安城選手、いやいや、追ってますないやしかし長かったですね今日は、本当に、あ、今日はこの朝起きてからですか、今日は安西さん何時に起きたんですか、ところで、あれですよ、昨日ね、4時まで飲んでて、口が遠いんでね、ここまで1時間かかるんですよ、はい、うち着いて5時で、はい、それでまあシャワー浴びて、はい、寝たのが5時半で、はい、で起きたのが7時半ですから、ね、あらあらあら、睡眠2時間ぐらいですね、そうなんですよ、でもすごいね、ベルトのこう、これがですね、はい、どうでしょう、サイズがね合わないんですよとにかく、いや細かいとこ嬉しいですね、もうずり落ちるんですよこれ、どんなにしめる、そして東京スポーツ杯第2運動部長、大きい人に見せた、なるほどね、東京スポーツ杯の贈呈でございます、見てください、あの位置ベルトに今、アトロフィーがね、はい、石川そして安城おめでとうございます、BWA 初代タッグチャンピオンチームは、こっからの撮影会がね、ちょっとなかったんですけどね、いつになったら帰れるのかなと思ってもう、あの控え室で帰りなかった、いやいや、この臨場でのね、撮影会が臨場で、まあでもこれは、お粋なことしますね、しましたね、すごかったですね、ハードを投げました、そして腰のベルトを、あ、今ね、中央しまして、おお見せてますね、2面、3面ね、すごいですね、この男も、しかしあ、やっぱキスは好きなんですか、好きですね、オーラビジョンでね、インタブレ初代世界タッグチャンピオンチーム安城、そして石川組に決まりましたけども、まあ、俺の唇はね、こう見ても柔らかいですからね、かなり美味しいらしいですよ、今の誰が言ってるんですかでもいいなんか連携で藤本さん、はい、あのまあ大本命だったわけですが、そうですね、ね、息もぴったりで、これから防衛戦は安城選手どんな敵でも受けます、いやもうやんないよやんないよ、ちょっとやんないよ、いけませんよ、だってやって取られたらもったいないじゃん、やるとしたらね、まあ、うちの高山山本組とかね、その辺どうだったらね、身内で、まあ、何回でもやっていいかなというね、あ、ここです皆さん、あれまたしてあるタクシーになんと乗ってしまったんですね、あららベルトを持って行っちゃいました、ね、そうです、あ、まあ、まあお茶目な男だねこの男は、あれ高山選手も山本選手もあれどうしたの、彼らを置いてったのが僕の唯一のミスだね、すいませんちょっと、そして控室ではパートナーの石川選手がなんかキョトンとした顔で、はい、ええ、どうしたんだ安城は、自分としても何気ないんだ、冗談で言ってたと思ってたのほんまに持って行っちゃったんですよ、ねえ、誰か知ってる、いや、何どこです、聞いてる、聞いてないです、そう、何ごちゃ皆さん、今のこの顔です、僕もこの顔が見たかったんです、あゆさん、これが入ってて今日は良かったですね、これは美味しい時間ですね、最後でね、でもこの時はまだ戻ってきてないんですが、これは高山選手の本選手も困っちゃいましたが、来ました、皆さんチャンピオンも笑顔で、いや、軽い状況から喋りでちょっと一人ニコニコしてご機嫌ですね、僕はそんなことするわけないじゃないですか、皆さん、本当にいや、ありがとうございます、なんかベルト巻いたことより帰ってきたことだけで本当嬉しいよ、俺石が行くなこれ落ちないやつだったじゃないですか、あらまた嘘ついてました、すいません、あ、まあしかし巻くべき人が巻いたって感じですね、
正当化が巻かなきゃこのベルトもね、やっぱ本物の輝きにはね、本物がそういう関係が成り立ちますんで、他のね、例えば向いてるじゃん、ちょっとうさんくさすぎますからね、ベルト巻くにはやっぱり僕たちのような、まあ、彼らみたいにね、あんまり欲の皮が突っ張っちゃってね、それ、このお金ばっかりね、何を言ってんでしょうか、この男ね、欲にくらんだ人間はやっぱダメですね、ピュアな心で挑まないと。石川選手は喋んないですね。幸せな男だね、なんか。あ、喋りますね。いや嬉しいっす。いやこれ持って帰れるなんて本当嬉しいっす。そうですよね、でも約束したじゃないですか、もうタグ組むとき持って帰っていいって。一日だけ。いや、本当ですよ。本当持って帰ってよろしいですよね。僕は正統派、正統派って、なんかこんなチャラげた正統派いないですよ。何言ってんすか、本当に。嬉しいな、本物の輝きが違うよな。お前を見てみろ。お前も後で写真撮らせてあげるよ。写真撮るんだったら自分で撮りますよ。何ベルト何合うの、何だよお前。石川さん、ちょっと僕もこれ今度挑戦させてください。お、いや今日の石川さんのあの弁慶選手の投げる、あのびっくりしました僕。この間内緒でね、安城さんに上がったのに、へそで投げるってね。ルーテイさんと秘伝ですか。ルーテイさんなかったんですか。ルーテイさんか、僕すごい人に習ってるんですよ、僕は。プロさん、ルーテイズ、ビル・ロビンソン、アニー・ホッジ、カール・ホッジ、これだけのね、人に正統的、正統派テクニックを教わったのは、いや、僕らはもう誰の挑戦に来れますもんね。ということは、この間は味方でしたね。すごいティーチャーですね、この4人は。叩きつぶじゃないですか、石川さん。ね、まあ、後半は僕が教えたぐらいです。あ、教えちゃった。勝ってくるからには容赦しないぞ、すごいですね。しかし、あの、こう同門の高山選手も。これまだ俺らなんだ、お前。チャンピオンみたいに巻くんじゃねえよ、お前。挑戦っぽい。欲しいですかね、無理やってもいい。やりましょう。やりましょう。お願いします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 。同門の高山選手、彼らなら別に負けてもいいし、あらそんな、そうです、いいですか。ということで同門の高山選手が挑戦をアピールしました。初代 GW タッグチャンピオン石川安城組に決まりました。まあ改めてね、伊藤さん、はい、チャンピオンに拍手しましょう。チャンピオン、いやどうも、まあ当然の結果ですな。あれ、伊藤さん拍手しましたか、はい、うん、もう最近チャンピオン、最後ぐらいはね、最後ぐらいは、チャンピオン、チャンピオンであるともう慣れちゃって当たり前って感じですか。もう1ヶ月前の出来事だからね、もう今さらね。もうこれからはね、二冠王とね言われるようにね、頑張りますんで。そうっていうことはですね、ベルトコレクターに気持ちが傾いてると、うん、巻いちゃうんですか、どんどん。そういうことですな。はい、まあ、振り返りたいんですが、橋本さん、はい、まあ、大本命石川安城組にベルトが収まりましたか。そうですね、うん、まあ、落ち着くところに落ち着いたというところなんじゃないですかね、はい、ただ、やっぱり僕らとしては安城選手と東郷選手の絡みがちょっと見たかったかなと。見たかったですねという気がするんですけどね、はい、まあ、今後ねそういう流れが出てくるかもしれませんけれども、はい、まあ、僕はベルトを持ってるうちはそういうのはさせませんので。なんだそりゃ、させたい、とにかく防衛戦はあるとしたら高山、山本組、それ以外は受け付けませんので、チャンピオンの特権として僕は受け付けません。そうですか。しかし、あの不安の焦点はやっぱり興味のポイントはですね、アブラザブッチャーとかですね、いろんな選手が東京プレス、うん、今日ですよ、はい、今日ですよ。あ、今日なんだ、うん、終わったんだ今日さどそれ無理でしたけど、うん、安城さん、やっぱりあのフォーク対箸、うん、フォーク対箸、ね、これでしょうか。うん、それしかないね。なるほどね、ぜひ注目したいと思いますね。やっぱりアジアの力を見せつけてやるよ。アジアの胃袋、ここにあり。わかんないですけど、最高です。はい、今週は久しぶりにプレゼントがあります。安城選手直筆サイン色紙を5名様にプレゼントいたします。はい、皆様、宛先はこちらになっております。東京都港区六本木 62-23 JCTV なガワラ白桃チャンプフォーラム安城選手サイン色紙係まで、どんどんとご応募ください。安城選手のね、素敵なイラストもね、どんどんと受け付けております。さあ、そして今後ですが、スケジュール。地元さん、はい、2日後5月27日 UWF インターナショナル武道館大会、私も行きたいんで急いで行きませんか。いや、僕ちょっと事情があって。あ、ごめん、I'm sorry、ペルト、うん、君は来なくていいよ。あ、そんな、中に行きましょうと、そして5月30日は東京後楽園大会、安城選手、これは同門対決の、はい、まあ、いよいよね、初防衛戦ということでね、うん、まあ、とにかく、まあ、それは言ってたけど、まあ、それなりの試合をして、うん、まあ、それなりの防衛戦をして、
まあ彼ら相手に何度も何度もね声出を重ねていきたいと思いますんで、あ、楽しみにしてください。5月30日のは僕も同等で行きますから、ね、じゃあ行きましょうか一緒に、ということで、そんな嫌そうな演じですよ。まあここで僕からね、お知らせとして、はい、まあ、ここにほらあります、こんなかっこいい 200% バッジ、おお、うん、これを持ちたい君、うん、ぜひともね、安城洋次ファンクラブ、あ、安城洋次じゃない、ゴレンカプスのファンクラブにね、たったの1000円たったの1000円で君たちは永久会員になれるわけだ。うん、じゃあこれこの会員になりたい君はぜひとも UWF の事務所まで応募してきてね。それではテレビの前のみんな、さよなら。 We are golden。 しっかり固定できます。滑ったり傷つけたり動いたりしません。またパイプにも使えます。力を入れずにボルトを容易に締めることのできるイージーグリップ、車にも屋外でも室内でも、照明器具から自転車、流し台、パイプまで、いつでもどこでも素晴らしい仕事をします。今すぐお電話でオリジナル製品イージーグリップをお求めください。ちょっと待ってください。このミニイージーグリップもお付けしましょう。ミニイージーグリップはもっときつく締めたいときや細かい作業に最適です。とても便利です。イージーグリップにミニイージーグリップをお付けしたセット、またとないチャンスです。今すぐお電話ください。フリーダイヤル 0120-87-4422 全国フリーダイヤルで受けたまっております。商品がお気に召さないときは10日以内にご返送ください。ただし返送料はお客様のご負担とさせていただきます。配達は2週間から4週間かかります。ご了承ください。しかしね、僕も基本的にはね、取材っていうのはこのバッジをつけてない人には、うん、僕は受けないことにしてるんですよ。あ、そう。だから君たちもね、ちょっと入らないと、あ、今後話できないよ。ちょっと入らないと、ま、そうですね。あ、君はどっちみち話できないんだ。それじゃしょうがないわな。うん、それじゃ無理に入れることはないわ。話ですね、うん。